マコナコです。さて、続きやっていきましょうか。これ、ワープで戻れるのかな？今やるべきは、多分、生徒に戻る。だと思うので、信徒と言った方がいいか。これどっちだ？こっち側。急いで戻りましょう。4倍速で。別に、こういう急ぐという意味ではないけど。まあ、安全であるね。理由はなかったからね。そう、襲われてもおかしくなかった。あの場所もね。多分、襲われないという考えはあったんだろうとか思っちゃうけど。うん、いいね。やっぱり。急ぐときは、4倍速でも。ある程度、ルートが分かってるとね。行ったことない場所とかだと、まあ、2倍速でも本来どうかっていう気もするけどね。通常の倍速で行きたい気もするけど、今回は基本的には2倍速で移動やってるんで、まあその点もゲームの進行が早いように思う。これはこちらか。なんかしないけど、少し距離取ってんね。でも今倒したね。多分魔法で倒してるはず。倒したかな。うん。どっち側か。上行って、さらに上ね。こっち側。ここで一旦、回復やっといて、セーブもしとくか。何があるかわからないから。だが、戦闘は、あるのかな？敵が残ってるような感じはしないからね。うん。あれは倒せないよね。逃げましょう。うん、まもなく。いやー、4倍速助かるわ。この4倍速とオートの戦闘がものすごくいい感じに効いてるんでね。ピクセルリマスターも1から6、オート戦闘とかあるけど、なんだかんだでちょこちょこ操作しなければいけなかったりもしたけど、まあそれもないしで、ほんといい感じに進めてるような気がする。さて、買い物。悲鳴が聞こえた。戦いがあると言わんばかりの。ヤルダを貼っとくか。チャージも変えることは変える。いらないでしょ。万能薬変えるね。ああ、でも、ほとんど変えなかった。うん。ここら辺の睡眠体制とかもいい加減買わないと。さて、行きましょうか。いよいよ戦い、また何かあるんでしょう。うん、即座ではなかった。本来であればここら辺聞いてってもいいけどね。話をね。どういうことが起こったかとか。人の数も減ってるね。かなり。長老に話聞きましょうか。アルケイディア。向こうが襲ってきた。これはこの人は？なんでここにいるのかね、この人は。
さて、さらに奥戦闘があるということだけど、への復讐を願って覇王の剣を求めたな。剣の在りかをはかんでな。人間の力を信じず神などにすがった者の末路よ。あいつは人の体からミストだと。このミストミュリンと同じよ。石の力に取り憑かれている。笑わせるな。人造浜石は人間の力だ。神々に挑む大志を抱いた人間がその知恵で作り上げた人間の武器、真の覇王にふさわしい剣だ。与えられた浜石に頼り切っていたレイスウォールなど偽りの覇王に過ぎんわ。見ておれ、やがて全イバリー石に真の覇王の皆が轟く。神々の意志を打ち破り、歴史を人間の手に取り戻す。その名はベイン・ソリドール。あのお方が築く歴史にダルマスカの名は不要。レイスウォールの血筋ともども時代の闇に沈めてくれるわ。随分と浸水してるかのような物言いだね。さて、ガンビットボス専用に切り替えましょう。まあそこまでなんか大ダメージ食らってるわけじゃない。あの人物は誰なんだろうな。顔隠してるからどのキャラかが分かんないんだよ。あとシドもどういう感じに絡んでくるか。今そば寄ってきてるね。一体倒した。とりあえずプロテスとかが終わらない限りはなかなか敵の数減らせないけど、もしくはバンも攻撃参加させるか。いやそれは無理か。まあ、まず周り倒すためにとっとと技使うっていう手はあると思うけど、使いましょう。のんびり言ってないで。これは続けなくても大丈夫でしょう。一発でいけるか。 130? ちょっと待って、で過ぎはしないか。多少なりともダメージいけるかと思ったけど、もう一体倒せばほぼほぼ一服。倒した。いや狙うはこっち側行ってもらいたい。いや違う、なんでそっち側行ってしまう。ガンビット集中攻撃、集中攻撃、まあ全員でこっち側これやんないとダメか。これで問題はなくなるはず。さてこれで全員周りは倒した。この魔法誰だ。うん、ダメージガンガン与えてるんで。カウンター、やたらとバンが狙われるんだよね。これリーダーだから狙われてるのか、それでも何かそういう特性があるのか分かんないけど、暗闇食らってる。 HP も減っている。まだまだ MP は十分。ヘリーを構えた。うん、特段見えなかったな。そこまで強くはないね。蹴り構えちゃって言ってるけど、なんか蹴りやってるような気配ないんだけど。
通に武器で攻撃してきてるかのような。いやこれ終わりじゃないじゃない、なんか携帯変化的なものがここまで弱いってことあんのかな。多少武器とか整えてるし、覇王の剣手に入ってるんで、それでこっち側が強くなったっていう可能性もあるけど、あとわずか。今技使おうか迷ったけど、ここは使わずで耐えましょう。ちょっと待って、連続攻撃厳しいんじゃないそれ。だが耐え切った。うん、プロセスかけ直し。耐えきらない。まあしょうがない、しょうがない。今の連続攻撃はどうにもならない。あれやってくるってことはそれなりに強いと考えるべきか。さて北斗の技を食らってもらいましょう。正常なる七筋の光よ。もう一回同じ技ってことか。力を。続いてバッシュ。我が拳に宿れ。燃えろ。我が拳に宿れ。これがもう完全にゲームから離れた展開になってしまってるから、そこが残念でね。ゲーム中に攻撃とかやってくれればよかったけど。タイムアップ。今ベリークールとか右下書いてあって、まあ、チェーン数によって何か変わるかな。多分そうっぽいね。炎のインフェルノ。体に腎臓浜崎を埋め込んでやった。大僧侶は？ねえ、ラーサー様は？ジャージガブラスが連れ帰った。アルシド。ヤツも来ていたのか。ラーサーは争いを避けようとおとなしく従ったんですが、ジャッジベルガが暴発してね、雑魚を片付けるだけで精一杯だった。で、姫、あなたをロザリアに亡命させたいんですが。守ってやるとでも？お望みとあらば命に代えても、もっともあなたの方がお強いでしょうが。ベインを恐れるあまり、うちの軍部じゃ先制攻撃論が主流で、将軍連中が勝手に戦争を始めないように姫を利用して裏工作を仕掛けます。お断りします。私はこちらで仕事があるので。覇王の剣で黄昏の破片を潰します。ああ、石のありかは分かってませんが。見当はつく。テイト・アルケイディス、ドラクロワ研究所、帝国軍の兵器開発を一手に仕切ってる。俺が案内する。行きます。そちらの国での工作はあなたが。こっちはこっちでどうにかしろと。ご期待に添えればいいんですがね。あ、そうだ、ラーサから伝言です。国と国が手を取り合えなくても人は同じ夢を見ることができる。では失敬。
帝都アルケイディスへはどのように。ロザリアの侵攻に備えて帝国は国境の守りを固めているはず。空からは無理でしょうね。当然海にも帝国水軍が網を張ってる。空賊らしくもないが歩きだ。サリカ樹林のあたりで国境を越える。いくつか道はあるが、ナルビナを通って北上するのが手っ取り早い。サリカ樹林を抜けた先にハンターたちの集まるキャンプがあるわ。そこまで行けば帝国の領内だから軍の警戒も緩くなるでしょう。ま、その先も相当長いけどな。準備を怠るなよ。ということで、これはワープ使うべきなのか。さすがに初のワープをどこまで戻ればいいか。道中買い物していきたい気もね、しないでもないけど、まあ、そもそもお金がね200しかなかった。何を買うつもりなのか。ガンビッタは欲しいような気がする。敵 HP100% で盗むがあれば、盗みながら戦えるような気もするしで。さて、テレポで移動する。いや、ちょっと待って。名前で出てくる。名前で出てくるか。これ、テレポ席って後々、あ、今5つあるな。いつの間にか増えている。ワールドマップ。ラバナスタまで行けばいいか。ラバナスタで買い物できそうなんで。あ、一番上にあったね、そもそもね。さて、ここまで戻ってきた。この人は？モグシ。瞬間移動できる。とりあえず酒場のそば、そのそばでいろいろとお店があったように記憶してるけど、うん、上のまずガンビット屋。本来やればね、クエストとかもやってった方がいいんだろうとは思うけどね、キリがなくなってしまうんで。ある程度売りましょう。10ぐらいあればいいかな。そこまでこれ使うような場面が今のところ想像できないので、こんな感じで新しい交易品。特に必要かと言われるとなかなか。敵に狙われた意味がちょっと分かんないな。敵に狙われた自分の中っていう。リジェネの自分に何をしろってんだ。これは買い方がわからない。このスローの自分とかであるならば、まあ兵士と使えとかそこら辺考えあるかもしれないけど、 MP も半分になるまでは魔法ガンガン使うとかの考えがあるけど、ああ、でも自分だけなんだよね、味方じゃなくね。え、これ味方の HP 何パーってのは自分が減っても使わないなんて、そんなバカなことないよね。ここら辺の使い道がわからない。いろいろあるのはいいんだけど。まあ、とりあえずこれ買っときましょうか。魔法防御の低い。あ、味方か。敵かと思った。これ敵の HP がいくつならばっていう意味合い
ではないよね、当然ね。HP100 ならば、これが欲しかった。他は、MP なんかどうでもいいしな、敵の。こんなもんか。で、これでガンビットで、一つ開けないとダメ。違う、これはボス専用だ。やまびこ層を外すか。これで敵の HP が100ならば盗む。これでいい感じに盗んで戦ってくれると思いたい。ちょっと他は使い道なんかいまいち想像つかないな。何かあるんだろうけど。あとは巻物は技の店だよね。何が買えるか。暗黒とかはどうなんだ。ここら辺の使い道がいまいちわからないから、プレイ時間もそんな長くやる予定ないから、ここら辺も必要なさそうだしで。あとは合成があるかどうかでね。合成ないんであればアイテム全部売ってくって言うても、でそれで交易品増やして対応とか、魔法や、新たなものが入ってればいいけど。とか、一応属性系買っとくか。アクア他はそうそう使い勝手いいとは思わないんでやめときましょう。使えば使ったらね、何かしら活用方法あると思うけど、確率で効果発動するものってあまり使いたくないので、あまりというか全くというか、基本的にはあの手のものは使わない。ここ。防具も、それなりに良いものを買っていきたいけど、もう一つ買うって手はないと思う。同じの買うよりかは、ゴールドシールドももうシールド使わなくなったので、うん、ここら辺も使わんでいいでしょう。うん、これといった装備が見当たらない。ほとんど装備できないんだよね。防具に関してはちょっと分かりにくいんで、武器だけにしましょう。こっち側、武器屋。あと、誰だろう。結構もういい武器も持たせてるので。え、でも、弓、これ、結構ダメージあるね。ロングボウ。バンでも、第一の杖持ったバンでも、遜色ないようなダメージの値になっている。だからやっぱり武器それなりにも整ったから、基本的にはマイナスばかりで、ここら辺をガルフレア用とか買うかどうかの問題だけど、弓は買っとくか。まあいっか。結局は何も買わずでアイテムだけでも買ってきましょうか。せっかくの最後の買い物みたいな感じでね、やってきたけど。買うもの何もない。これが最後になるのかどうかわかんないけど。
万能薬多め、ハイポーション少々、最低でも10個は全部欲しい。でこの後また余裕がお金できたら20個まで増やすとか行きましょうか。あんまりだったな。もうちょっと何か変化出せるかなとか思ったけど、どこ行けばいい？こっち側。ああ、そもそも東ダルマスカからだから、まずこっち側行って、その後右側行って、いよいよ敵の中に。だが透明に関してはここまで強い敵は出てこないはず。4倍速で大丈夫でしょ、当面はね。新たなマップになったらまた切り替えて。うん、うん、アイテム稼ぎにもなっている。 LP 稼ぐんであればこっちの方が当然いいと思うしね。これ以前戦ってなかったと思うけど、いや今でも結構辛い。あ、そんなことないか。 LP 今2ポイントもらえた。結構美味しいね。どっから行く？こっち側から。ん？違うぞ。こっち側から。ここでも買い物できる場所なかったっけか？これチョコボだよね。これは旅行者か。マップでも売ってるかなとか思ったけど。こっち側。いやー4倍速助かる本当。いやー以前も言ったけど FF13 プレイするの怖いな。本当序盤だれるからな。13章までが、13章か11か忘れたけど、平原までは地獄なんだよね、あのゲーム。まあでも、のんびりと、ムービー眺めながら遊ぶんであればいいかなという気もする。あ、もうここ、新しいエリアになってるんで。とはいえ、敵は弱いまま。右上だよね、行くとしたら。これ最初盗んでくれるんで、敵 HP100 の場合は。だから盗むの全部失敗してんだけど、どういうこと？あ、こっち側じゃないな。左側に上に行ける場所がある。あ、右の可能性もありそうだけど、こっち側。以前もうちょっと盗めていたような気がしたけど。うん、上行けるルートがある。ここ来たことある場所かな。いや違うよね、マップが新しいから来てるはずはないから。さて、 A ショップ。うん、特に何もない。万能薬は今後多めに買っておかないと。さて、
ちょっと待って父ちゃん何してんの？父ちゃんがいないのでダメ。モスフォーラ山地、ナルビアの北、ワールドマップ。今いる場所は東ダルマスカ、ナルビアの北。ナルビアにまずたどり着けてない。これマップ全体マップないから、そうだよね。これは水路経由で行くのかな。まあ、これ行けそうでもあるけど、そうか、上つながってないもんね。行けないような気がする。下から戻ってこないとなると手の打ちようがないんだけど、厄介だね。解決策を教えてもらいたい。地図屋。うん、これで全体像分かったので、いや全体像分かってもやっぱりここを行かないと。一応地下道はあるな。で別方向も行ける気配はあるけど、だが普通に考えてこっち側じゃないの？さっきチョコの話もしてたけど、チョコボ関係なさそうだよね。手立てがわからない。この人はゆっくりはしたくないんだよね。通れるルートないか探しに行きましょうか。こっち側は全部行き止まりだと思うけど、今盗まなかったね。なんでだろう。あ、そうかそうか、戦いをやったからか。となると右側か、右下側ちょっと行ってみましょう。これはさすがに早くても大丈夫か。もうマップの全容も見えてるし、あとは穴埋めだけ。うん、こっち側にこれ水路か。通れない、通れないとなると、え、何かどこかでイベント起こさないとダメだと思うんだけど、ここら辺周辺だとそれらしいところが見当たらない。一応左側、いや左もそうだけど右行ってみたいね。うん、
右行っても変わらんか。くそ、ここら辺にも地下道に行けるルートあるけど、ああこれ通れなくなった場所だよね。ちょっと待って、邪魔なんだけど、通れなくなった場所、時間を進めるっていう要素はあったっけ、過去のゲーム。ないよね。あともう一個下の方か。側、いやでも行っても関係あるかって話になるしな。これアイテムの収集範囲が広がるみたいな、何か技とかね、スキルがあればいいけど、一応こっちがつながり確認しましょう。いやでもあそこの川を渡らないなんて選択肢は 100% ないと思うけど、あでもこんなこと言ってて実際その可能性があるかもしれない。ここどうなる？ああその可能性あった。山地抜けてっていう話だったもんね。城塞こっちルートで通れたんだ。なるほどなるほど、可能性ほど意味のないものはなかった。でここ買い物できそうなので買い物やっていきましょう。さて、特に何もなかった。魔法屋。これは全部持ってるか。面白くないね。となると他も武器屋とか技屋があるけど。技はいらんか？技は使う予定が全くない。良いものとかあるかもしれないけどね。ガンビット屋。もうここら辺は埋めるためだけのもののような気もしてしまうしで、50% ぐらい買っとくか。いやだから自分というのはあまり意味ないような気するけどな。こっちの方がいいよね、味方の MP が。MP100 ならばプロテス使うとか、こんな感じで事前にステータスアップ測るとかで、歩いてるうちに MP 回復するんで、それはありだけど。あ、今の最も強い
攻撃力の味方はありだな。ヘイスト先にかけるとか、そういう使い方ができそう。ここら辺も買っときましょう。魔法使ってく際に。魔法使い系キャラも出したいけど、3人は少ないんだよ、3じゃ。3人は絶対少ないって。4か、まあ、最低4で5いないと。敵か、自分の HP が満タンだったらでね。あ、自分の HP が満タンだったら目の前の敵の1体を対象とするか。MP あるときに魔法を使って攻撃とか、そういうような戦い方ができそうだけど。これ、最も強い武器の味方。物理防御低い人にプロセス最初にやるとか、こうしたことができそう。で、こっち側に武器屋とかがある。で、今、飛空艇飛ばせる場所もあるように見えたけど。ここら辺はいいかな。一個一個全部買っていきたいけどね。その方が、わかりやすいと思うけど。うん。さすがにレベルが低すぎる、ここは。で、ここ飛空艇飛ばすところだよね。うん、案内してもらいましょう。仰々しいね。あ、案内してくれるって、なんかどこかああだこうだ言ってくれるかと思ったけど、これ行ったことある場所かな。ちょっと記憶にないな。ほぼほぼ見た目は同じなんで。なんで、かといってここで何かあるかと言われると何もない。出ましょう。うん。で、ここでモスフォーラ山地に向かう。あー、 LP 結構溜まってるね。ちょっとだけ。ライセンスどうするか。立てば装備しないからやらなくていいと思うけど、うん、満タンの時に攻撃力アップ。いや、その前にもうちょっと見渡した方がいいか。ここら辺魔法、両手が、あ、素手の時ね。両手の武器を持った時かと思った。行くべきか、それともこのバルキーコートの方。いらんか。グラディウス装備できる。こっち側もなんか違うような気がする。ガンビット1個開けるのも一つの手だけど、うん、瀕死の時に力アップ。ダメージは大抵 MP チャージ。これいいんじゃないの？通常でも多分反映されると思うんで、通常の。殴ったダメージにも。あとはそっか、白窓の方に変えて。こっち側行くか？ライセンスポイントが足らない。バルフレア、ようやく。HP500。物理が強くなる。こっち側のリボン行くんであれば、リボンというかこの周りの物理攻撃行くんであれば、リボン取るか、それとも左側から回り込むか。左側からじゃちょっと間に合わんか。
うん、瀕死で防御アップ。プラン。プランにマティウス持たせるって手もあると思うけど。魔法の効果アップ。ダメージは大体 MP アップ。他、うん、こちらに賢者の指輪あるから目指しましょう。さて、物理攻撃が強くなる。これ今盾持ってるよね。盾方向行くか。ここも物理攻撃が強くなる。あ、下もそんな感じだね。アーシェ、これ召喚獣行きたいけど、どこにある？あ、もしくは一人一個かな。いや、違うな。これかな。そうだよね。マティウス。うん。ポイゾナ。覚えて。うん。こっちが右行きましょう。これでエスナが使えるようになった。エスナがあればいいけど。エスナはまだ見つかんない。アンネロ。いや、なんかもう自動で全部やってくんないかなとか思っちゃうけど。いろいろありすぎて。こっちは行ってきましょうか。んで、すぐ下。物理アップ。うん、ここ目指したいね。有効ステータス。時間延長。これで一服。念のため装備確認。誰も新しい装備はつけられない。ここまで来るのが長かったけど、いよいよ。フォーラ産地、ここら辺の敵の強さがどうなのか。マップがそうだよね、ないんだよね。まあ、いずれにしろ上行けばいいだけだから、一生懸命。あとこれ炎のマーク、それともバーサクのマーク、どっちかわかんないけど、なんかマークついてたね。バーサクか。属性のマークなんてついたの見たことないし。うん、小さい方から倒したいような気がする。硬いね。硬いというよりか耐久が高すぎる。だが問題なく。パワーリスト。そっか、集中攻撃になるからダメだな。今集中攻撃やったら多分 HP 低い敵
こっちの方がいいと思う。うん、こっち側。今何か音鳴ったけど、向こう側か。うん、こっち側。さて、どこまで行った？まだまだか？地図屋がいればいいけど、どっかに。いいね、ちゃんと盗んでくれている。あーでも HP100 のがいるとずっと盗み続けてしまうから、まあその時は攻撃自らでやんないと。1回でも当てて HP100 じゃなくせば普通に戦ってくれる。左側も行けるけど、どこか遠くに飛ばされそう。戦いましょう、これ。後ろの方のゴーレムは戦ってもらいたくなかったかな。いやー、このゴーレムもこういうゴーレムの描き方するかっていうね、そういうところのなんか敵のモンスターの描き方が今までのシリーズとちょっと違うから、ここら辺がまた新しい発見があるような気がする。これはうんあっちいいけど言われてしまった。こっち側はもう通れないね。あ、でもそっか、チョコボで通れるような場所、この辺りにあって、そこから行かないとダメとか、今床見てチョコボの足のマークないか探してるけど、でもそれはなさそうか。なるとこっち側で、ここ左側。いや、戻ってきたなあ。となると左上か。いや、結構いいもの売ってるけど、これ範囲内攻撃。ダーラ、これも範囲内。ダーラ買ってきましょう。あ、ここら辺さらに上位の武装あったな。バスターソード、バスターソードは即座に装備できる。福一文字はどうなんだろう。両手か、片手の方がいいので、バスターソード、あと、まあ、9000までいろいろ売っていきましょう。ここら辺の使い道が分かればもうちょっと売っていいかとかね、判断できるけど。あ、もうすでにバスターソードが買えるようになっている。あと他、
バンも別に両手の今の杖のままである必要ないので、だから何装備できるかわからないのか、今後どうなのか。パワーロッド、これ即座に反映できるけど、いや待つか、もうちょっとちゃんとやった方がいいかも。ライセンスで白じゃなく狩りの方で何か良さそうな武器、まあ、ここら辺でね、まだまだ売ってるようなアイテムではない。うん、グラディウスの方を目指すべきか。グラディウス結構強かったんだっけかな、よく定かじゃないけど。さてじゃあ上げていきましょうか。うん、届かなかった。こっち側もまだダメ、こっち側は物理攻撃アップ。うん、暗闇の時にのみ出せる技、そんなのもあるんだ。あ、なるほどね。それで自分が暗闇の時に技を選ぶとか、そうした系統で、あのビットはガンビットは使えるのか。何も考えてなかったけど今まで。どこ行けばいいのか。エーテル回復量、とりあえず全体見渡せるような状況まで持っていきたい。うん、整備やっときましょう。では今回はこれで終えて、さらに先へはまた次回進みたいと思います。また次回ご覧いただけたら幸いです。ではでは。